はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はドラゴンプロジェクトのガチャを引いていきたいと思います。ノーマルクエストという、ストーリーですね、をひたすら回って、魔石というアイテムを、白猫というジュエルを150個集めたので、引いていきたいと思います。ガチャがですね、2種類ありまして、討伐するためのモンスターを手に入れるガチャと、武器や防具につけるアタッチメントのようなもの、マギーを手に入れるガチャがあります。今回はマギーが手に入るガチャをこちら11年していきたいと思います。狙いは特にないんですが、まあレアなやつが出ればいいかなって感じですね。それでは行ってみましょう。こちらのガチャの演出なんですが、緑から銀に変わって金に変わるんですね。金が一番レアなんですけど、僕未だ見たことないです。金が出ないですね。銀は来ましたけど、これはどうなんでしょうか。A A B A B B A A と B。 さてラスト、ラスト金来た、金来た。しかも SS 来た。やった、これ嬉しいぞ。あー、赤色ってことは武器に使うアクションスキルですね。こちらですね、赤色と緑色が武器に使えるマギで、アクションスキルが使えるようになります。黄色のマギが防具につけるアタッチメントで、防御力とかいろいろな支援がかかりますね。青色のマギなんですけど、武器につける効果なんでしょうけど、使い方がまだわからないです。さて、まあ金が出たのでもう満足ですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録をお待ちしてます。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。